こんにちは、はるです。はい、今日はですね、この12月だからこそ皆さんと共有したい情報があって、それがおせちなんですけど、新大久保で有名なオンドルが韓国風おせちを毎年販売してるっていうのを知って、で、このおせちっていうのは12月20までに購入しないと買えないものだから、今の時期に皆さんに情報を共有したいと思います。とりあえずね、何が入ってるか気になる方多いと思うので一緒に見ていきましょう。でね、なんでこれを知ったかっていうと、この前オンドルにランチ食べに行った動画出したじゃないですか。その時壁に韓国おせちって貼ってあって、オンドルおせち出してんのって知ったんですよ。で、ネットで調べたらね、こんな感じで、ちょっと見てください。韓国おせち2021予約受付中って書いてあって、で、毎年売ってるからね、今年も素材に徹底的にこだわった韓国おせち全11品を予約販売しております。ネット予約はデリカオンドル楽天市場店より承ります。数に限りがありますので、ご予約はお早めにお願いしますということでね、写真見てみてください。これ、韓国家庭料理デリカオンドルのおせち。ちょ、見た目はさ、パッと見は普通におせちだから、もうこうやって見た感じ、あ、おせちだなって感じだけど、入ってるそれぞれの具が韓国の、プルコギとかね、カルビチムとかチャプチェとか、そういうやつなんですよ。ちょっと気になるから、どんなのか見ていきたいと思います。で、楽天から購入できるんですけど、見てみるとこんな感じですね。で、価格はまず12,960円です。まあ、おせちだからそれなりにするよねって感じなんだけど、で、冷凍じゃなくて冷蔵生おせちです。これはいいかなって思います。私、普段家で食べるおせちは多分冷凍とかだったのかな。1日解凍、常温解凍しないと食べれないタイプのおせちだったんだけど、生おせちってね、やっぱいいよね。ちょっとこれね、チヂミとか入ってるおせちだから、冷凍のチヂミよりは冷蔵状態で届いた方がやっぱ美味しいかなって思うんだよね。で、中何が入ってるか見ていきたいと思います。お品書きこちら、まずね、左上プルコギですね。プルコギはまあ定番だよね。ちょっと韓国でもお祝いの時とか、チュソクとかソウラの時とかね、割と出がちなお肉料理です。続いて上の真ん中がサキイカのピリ辛あえですね。これはよくパンチャンとかで出てくる細長いサキイカをコチュジャンとか蜂蜜の甘いタレであえたやつだと思うんだけど、それが入ってます。あと、その下がサキイカの醤油あえ。これはコチュジャンとかが入ってなくて、まあみりんとか蜂蜜とかで、ごま油、ごまとかであえた定番のパンチャンですね。ここら辺はまあ韓国っぽさありつつ、で、韓国式豚つくね焼き、一番右上なんですけど、これは多分ドングランテンっていう料理に近いかなと思うんだけど、丸いちっちゃいハンバーグみたいなやつ、ドングランテンっていうおかずがあるんですけど、それのことなんじゃないかな。まあつくね焼きですね。続いて真ん中の一番左、ゆでイカと野菜のネギ結び。これはちょっと私も韓国料理なのかな、よく見たことないなって感じなんだけど、宮廷料理とかかな、ハンジョンシとかで出てくるタイプの、サムしてある、キャベツとかでサムしてあるやつに似せて作ってるのかな。で、真ん中、一番真ん中は韓国料理らしい豚カルビチムです。カルビチムとかはね、人が集まった時とかによく食べてました。お肉の塊系とかって結構チュソクとかソーラとかモイムの時に食べてるイメージですね。豚カルビチム、これは美味しそうだな。カルビチムてかね、オンドルだから基本的にオンドルのパンちゃんとかご飯って美味しいんですよ。それが入ってるってだけでかなりポイントは高いですね。味が保証されてるっていうかね。動画、オンドルの食べに行く動画でも出したけど、パンちゃんが本当にすごく美味しいんだよね、オンドルは。で、右側はニラチヂミとキムチチヂミです。これさ、多分普通に通常のオンドルの通販サイトでチヂミ購入 できるやつだから、それと全く同じやつが入ってるのかなって思います。待てよ、でもこれあれだよね、冷蔵で届いて冷たい状態のチヂミをこのままだと食べることになるから、一回チヂミだけ出してフライパンで焼いて温めて戻して食べた方が美味しそうですよね。ちょっとそこら辺手間かかるけど、オンドルのチヂミはね、美味しいからちょっと温めて食べたいですね、これは。で、そもそも考えたら、韓国料理をこの常温のおせちの状態で食べるのってどう？
どうなのかなって思うんだけど、日本食ってさ、あの煮豆とか数の子とかじゃことかね、おせちに入るメニューって基本的に常温で日持ちするものが多いから、それを考えたらちょっと韓国式おせちって韓国料理ってそもそもあったかく食べたいものが多いじゃないですか。だからあの冷蔵で届いたとしても、韓国式豚つくね焼きとかニラチヂミ、キムチチヂミ、カルビチームあたりはちょっと一旦出して他のお皿でねレンチンとかしたいですよね。でも美味しそうだなって思います。で、一番下の左、韓国式エビの唐揚げ。エビを唐揚げにしてヤンニョムチキンみたいなタレで和えたやつだと思うんだけど、これも美味しそうですね。エビチリとはまた違った感じ、美味しそう。で、一番下の段真ん中は白身魚のチヂミ。これはね、ザ定番の韓国のお正月料理って感じです。ここら辺で韓国の定番のお正月料理について話すと、まず1月1日はトックお雑煮ですね。韓国式のお雑煮なんですけど、それを食べます。ソンロンタンみたいな牛骨スープの中に薄切りのお餅が入ってるやつですね。あとはね、プルコギとかジョンチヂミですね。で、日本の方が考える平べったいチヂミじゃなくて、青唐辛子の中にお肉が詰まってるチヂミとか、平べったく焼いた白身魚のチヂミとか、あとはチャプチェかな。このチャプチェは結構ソラとかチュソクとか人がたくさん集まった時とかに、チュソクでもソラでも割と定番で出てくるお料理です。チャプチェって意外とそんなイメージないですよね。で、そのチャプチェも入ってます。こんな感じですかね。で、オンドルの韓国式おせちはこういうラインナップとなっております。2020年の12月20日までに注文が可能で、届くのはね、大晦日の日に届くそうです。クール便ですね。冷蔵で届くそうです。で、まあ、おせちも韓国式なのって思うかもしれないけど、よく考えたらさ、あの和風のおせちも最近もちろん定番であるし、洋風のおせちとか中華のおせちとか、そう考えたら韓国式のおせちって ありっちゃありだなと思って、今回ね見てちょっと皆さんと情報を共有したいなと思って紹介しました。ちょっとね、こちらも候補の一つ、おせちの候補の一つに入れてみてはいかがでしょうか。というかね、ずっと和風のやつだけ食べててもなんか味が飽きるから、ごま油の感じとかちょっと韓国っぽいコチュジャンの味とか楽しみたいなって思うけど、結構ね、あの三が日とか韓国料理はお休みだったりするので、そこら辺も楽しんでみてはいいんじゃないでしょうか。はい、それでは今日は韓国式のおせち、今買わないと間に合わないものを紹介しました。この動画が参考になったよという方は、いいねとチャンネル登録、よかったらインスタのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。おまけですが、今日のメイクはリップはマージですね。いつも紹介してるマージのリップ2つを重ね付けしています。で、アイメイクはエスポアのハニーメロンのパレットを使っています。普段はね、ラメをここまでつけることはないんだけど、今回は結構キラキラのラメをつけてお正月感を出してみました。いかがでしょうか。チークもハニーメロンの中のチークです。はい、今日もこんな感じでした。よかったらメイクも真似してみてください。バイバイ。